サイドゼロのこと、ずいぶん実際にラプラスの盾のメンバーを倒していますしね。ちょっと怖いです。でも後戻りはできないわ。生徒会に不満を持っていた人たちの決起の。なるほど、そんなにうまくいけばいいので。そうそう、人生そんなに甘くねってな。よう、遊びに来てやったぜ。森田くん、何しにここへ。おいおい、そりゃないだろ。ガンプラビルダー同士がぶっ、それともバトル以外のもっと親密なお付き合い。最低。森田くん、かわおいおい、ゆい、俺は今も昔も優しいんだぜ。どうだ、俺が生徒会に口聞いてやるからよ。そんな転入生、俺はおめえのガンプラテックは認めてんだからよ。絶対によ。どうしても。どうしてもよ。ならやるしかねえな。万が一お前が勝てたら、この他の連中から奪ったガンプラパーツを全部くれてやる。代わりに何をしようがされようが文句は言わせねえ。ギャンコのコスプレ。変態です、変態がいます。そんな条件飲めるわけが。飲むよな。だってよ、この奪ったパーツってのは。来た。ああ、それがどうした。勝負に持ち込むた。わかった、やるわ。よし、いい目だ。俺はその目が気に。お願い、力を貸して。さあ、三度勃発したレジスタンス、今回も私、放送部の尺の凛子が臨場。それではガンプラバトル。てめえらはいたぶっていたぶって、ごめんなさいと言わせてやる。始まりました、 Gキューブ。実況は私、放送部部長尺の凛子が行いますよ。希望の火が光らない今から、ゆい出撃します。ひゃっほほ、面白い、ガチでやり合おうぜ。ガーネの確認、これより破壊するわ。見つけた、破壊の時間よ。月が見えたわ、見えているわ。遅い、止まって見えるわ。クエスト
のブーストではポイント獲得なるでしょうか。マジかよ。キーパーツ回収クエスト開始。どちらが先にキーパーツを回収できるのでしょうか。これがなきゃ G キューブは始まんねえよな。かかってきやがれ。キーパーツをダッシュ。このまま回収できれば高ポイント獲得です。逃げんな。回収中よ。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。やった、クエストクリア。いい調子だね。いけんな。おっしゃ、ボッコボコにしてパーツ奪ってやんよ。見えているわ。いただき、そしてさらば。落ちろ。バカな、今回は本気の本気で最強のガン。森田君、あなた自分がなうるせえ。たまたまだ、たまたま。あとは違うわ森田君。俺のガン、そのガンプラを見て何か思わない？あなたが変わったって言ったのはそういう前に森田君と一緒にバトルした時は。くそ、俺は俺はみっともねえとこ見せちまったな。約束通りこのパーツはお前らにやる。そうね、それは私たちのものじゃない。そうか、そうだな、分かった。バカね、私は森田君と同じ。え、それにまたバトルしましょう。ゆい、俺の乾杯だ。そういうことなら
何度でもリベンジしてやら。随分と自分に都合のいい人ですね。もともとそんな悪い人じゃ。おっとそうだ、転入生。くさ、俺だってもっ、まあいい、一つだけ忠告しといてやる。俺は負けたが、ラプラスの盾じゃな、負けんなよ。森田翔吾、所詮雑魚は雑魚か。